こんにちは、リビングライフの時間です。今日は11月3日日曜日です。今日の聖書箇所はヨハネの黙示録2章の1節から11節です。タイトルは、初めの愛を取り戻し最後まで忠実でありなさいです。今日も神様がくださった御言葉を共に味わい、黙想してまいりましょう。ヨハネの黙示録2章1節から11節。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ。初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。ヨハネの幻の中に出てくる今日の教会はですね、エペソとスミルナの教会です。小アジア、現代のこのトルコ、エペソという場所にある教会をこう時計回りに巡って、それぞれの教会のことにこう触れていきます。これはかつての教会を指し示しますが、後の教会、またこれからの未来の教会のことも指し示す内容と受け止めることができます。エペソもですね、スミルナも、その後の教会のことについても、どこか私たちの現代の教会の私たちがなんかこう心当たりがあるというような、そんな内容が、教会はこうあるべきじゃないかというような、実際の理想的な姿から外れてしまっているんじゃないかというようなことを示すような、そういう問いがですね、この言葉の中からこう読み取ることはできますね。ですから私たちもこの黙示録の7つの教会を見ていくときに、現代の教会についても語られていると受け止めていただきたいんですね。そうしますと、
主は私たちにメッセージをたくさんくださるんじゃないかと私は思います。大きな祝福をまたこの示しを通して与えてくださるんだと思います。エペソの教会には神様からお褒めの言葉が与えられます。行いと労苦と忍耐を知っていると主はおっしゃられます。そして悪い者たち、横島な奉仕者たちから奉仕者たちをですね、見抜く力もエペソの教会にあったということがわかります。横島な奉仕者たちというか悪い者たちというのは、まあ、主に仕えると言いながら実は自分自身に人をこう仕えさせていたりとか、神様がお伝えくださったものを伝えようじゃなくて妙なこの自己流の考えをこう流していって扇動し始めたりするものとか、まあ、そういった者たちを見抜いて偽りに翻弄されることがないようにエペソの教会の歩みはこの続けられていったということを主は評価してくださっています。こんなことを見ていきますと、もう全て覚えてくださっている、全て主はその教会の過去も現在も未来も覚えていてくださるんですね。心も状況もどんな状態か、教会の中がどんな状態かも全部覚えていてくださるです。ですからですね、こういうことを考えていきますと、苦労している時に、これは今一番辛いなと思っている時にこそ私たちは実はそこで喜ぶべきなんじゃないかと私は思います。なぜなら主は必ず報いてくださるから、全てが記憶されています。教会で起こっていること、クリスチャンが行っていること、全てが記憶されているということは、今不当な苦しみにあっているとか大変だとか、まあ、あの人のことはきついなとか、そういうことを思うときに、この時にですね、一番私たちは喜ぶべきなんじゃないかというふうに思うんですね。逆に恵みの中に欲してしまって、もうなんかこうだらーんとしているような時、傲慢になってしまっている時、この時が注意すべき時です、ですね。だから逆境の時は喜び、順境の時に身を引き締める必要がありますね。主はエペソの教会に非難すべきことがあるとおっしゃられています。それは、2章の4節ですね。初めの愛から離れてしまった、これがエペソの教会に非難すべきことであると主はおっしゃいます。落ちてしまったんですね。救われて主のご愛に燃えて、その最初にいただいたそのご愛のまま、その愛のまま人に仕えるというところから、これ落ちてしまっていたということですね。で、こういう神様のお心を見ていきます、聞いていきますと、神様はやはり心、私たちの心の内側、クリスチャンの心の内側のことを問題にしておられるんだということをお気づきだと思います。主に対する初めの愛に戻りなさいと、外形だけ整えて奉仕しているかのように見せかけるんじゃなくてですね、主に対して行動するように、その心が整えられているようにしなさいと言ってくださっているのが分かります。それからスミルナの教会ですけれども、スミルナの教会は貧しかったようです。しかしそれゆえに、貧しかったがゆえに霊的にこの富んでいるということを主はご指摘くださっています。サタンの回収、すなわち信仰者の体を取っているけれども、実際はサタンが目指す方向、すなわち滅びの方向に人々をこう向けていくような人たちが共同体の中にこう入ってきたんですね。しかしそのような者たちに心を奪われることはなかった。そして、主はねおっしゃいます。死に至るまで忠実でありなさいとおっしゃいます。死に至るまで忠実、主は励まされます。肉体が滅ぼされても第二の死を司っておられる、まあ、この霊的な死をですね、司っておられる神様の御前に行って、死に至るまで忠実でありなさいと主は教えてくださいます。神様からですね、離されることはもう決してありません。キリストのもとに行く者たちが離されることはありません。肉体が滅んでも、それでも私たちは主のもとから離されることはない。その報いを期待せよと主はおっしゃられておられます。エペソの教会にも、スミルナの教会にも、教会のこの内部に問題があったんだということがわかります。
使徒と自称しているが実はそうではないものとかですね、ユダヤ人だと自称しているが実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人とか、スミルナの教会の場合は教会の内部なのか、それとも外のユダヤ人コミュニティなのかというこの判断が、まあ、これ読むだけではこう難しいことですけれども、しかしユダヤ人と書いてあるんですから、神を信じる人たちであったことはこれ間違いないんですね。ですからですね、神様は私たちの心の内側がどうであるか、主の姿をはっきりと思い描いて、その主にお仕えして主にひざまずいているかどうか、別のものに、人にひざまずいていたりとかですね、権力とか力とか金とか財とか、そういったものにひざまずいているかどうかということを主はご覧になられているということがわかります。ですから私たちは見えないものを見る、何に私たちがひざまずいているのか、本当の心の動機の奥底にあるものは何なのかということを神様がこれを見ておられるということをしっかり肝に銘じる必要があります。まあ、いずれにしろどんな教会にも霊的な戦いの中に否応なしにこのあるということを言うことはできますね。それは現在も過去もそして未来もそうですね。そしてそれは主の支配権が脅かされるような、主に本当にその支配が仕えて支配がそこにあるのかとかないのかとか、そういうことですね。神の支配なのか人の支配なのか、そういう非常に目に見えない、難しい問題に教会が直面していくということが分かります。ですから昨日触れました、まあ、ヨハネがですね、苦難と御国と忍耐とに預かっていたといった一言っていうのがすごく大事ですね。苦難のただ中で御国を見出して、そして忍耐の実をそこで結ぶのかどうか、いつもやっぱり苦難だらけなんですね。教会も外の世界も苦難だらけ、その中で御国を見出すのかどうか、それが問われていることです。ですから我々忍耐して勝利していきたいと思います。では一言お祈りをしたいと思います。主なる神様、教会の中にも戦いがありますし、教会の外にも戦いがあります。それは目に見えない支配権を争う戦いでございます。神様にお仕えするのか、別のものに仕えてしまうのか、その戦いでございます。主よ、しかしその苦しみのただ中で、戦いのただ中で、どうか御国を私たちが選び取り、御国に神様のご支配を選び取っていくことが許されるように、どうぞ助けてください。そして忍耐の実りを私たちが見ることができますように、神の御国がどんどん広まっていき、神様の支配がそこら中に広まっていきますように導いてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。